僕あのもうさすがにマネージャーとして、はい、やっぱちょっと動かなあかんの、ね、癒しを与えらなあかんなと思って、かわいいやつ、かわいいやつ癒しでしょ、はい、みんな大好き動物だから、まあここに今日は動物園しようかなと。今のさ、ヨル君、ヨル君マジョスは企業団体ということで、はい、やっていきましょう。いや、ゆうたくん収集つかないんですけど、おい、ゆうたくんやばいぞこれ。なんか言ったじゃん、癒しはそうもないですよ、もうゆうたくんこれやばいよ。なんかやってんじゃん。神社でお祈りしたいですメヘラ、よろしくお願いしまーす。メヘラでしょ、メヘラでしょ、神社の中に実家あります。メヘラ、メヘラ一家。今日なんですけど、最近ドッキリとかラファエルにちょっとしすぎて、まあちょっと病んでるんですよ。病んじゃってます。なんでかわからんけど、彼女も振られたり、いろんなことが起こってるわけですけど、なんかあの癒しが足りらんと、常に癒しがと癒しっすねって言ってるんですよ。で、なんかここの 4K とか自然の映像流れてる。あ、似てる、それは似てるでしょ。似てますね。焚き火みたいな流して、なんかええ、なあ、ここ全面モニターにしてそれ流そうかな。やばいでしょ、そんなんなってんすよ。ありがとうございます。ゲーバーよく行くキャバ嬢、基本的にメンヘラ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、今日もですね、新マネージャー、はい、エル君、はい、エル君を交えて企業提供ということで、はい、やっていきましょう。今日もあいつおらんから、鬱陶しいやつおらんから、水いらずで2人で、もう普通に案件の訴求だけあって、それだけのもう動画ですよ、今日パッと終わる、何もないですよ。あいつ今日、ちなみに今日休みなんで、あ、休みっていうかもうクビです。クビです。あの旅行のなんか歩き方みたいなあるじゃないですか、世界の旅行も行けへんのに。それ行けるんですよ。これやばいな、マッキーやんと。僕あのもうさすがにマネージャーとして、はい、やっぱちょっと動かなあかんの、癒しを与えらなあかんなと思って、癒しって言ったら何かなって、なんすかね、ゆうたくん、癒しって言ったら癒しですか。うん、出てこへんのかい。出てこへんのかい。もうちょっと考えさせてください。可愛らしいやつでしょ。可愛いやつ、可愛いやつ癒しでしょ。みんな大好き動物。動物って絶対癒しじゃないですか。だからまあここに今日は動物園しようかなと。はい、数種類の動物用意してここだから、もう大体差し付きました。なんで呼ばれたか、労働者ですから。ブルカラで、もうこれ囲み出してもらって、ここを動物園にしようってことなんで、でもそれでラファエルに癒しを与える、ラファさんに喜んでもらいたい、この一心です。さすがっすね。はい、だから今日は喜ばないです。ゆうたくん。また、これまたやん、また非協力的やん、いつもやん。いや、もうこのメンバーいるとき、ろくなことないですよ。いつも非協力的やん、ほんまに。協力するか、ほんま、引きちぎるか、動物に噛みちぎられるか、どっちか。何が来るんですか、そんななんか。いや、まあ、それはお楽しみですよ。あ、なるほど。はい、とりあえずお楽しみ、それは。そう、はい、まあ早速ね、もう言うてる時間ないんで、あ、もう動かしていこうかなって感じです。なるほど、はい、じゃあその感じでお願いします。はい、ありがとうございます。はい、やりましょう。はい、よっしゃー、おこりが、すごい疲れた。疲れたな。なるほど、え、始まった。いや、脳みそ働いてるんで、こはい、今日紹介する商品が、はい、超えてくるな今日。しめじっていうアプリなんです。しめじ、はい、はい、キーボードとかの背景を規制変えできたりとか、それやってるやつおるよ。あ、はい、それしめじやってんの、あれ。俺それどうやってやるか知らんかったよ。いや、あれ学生の中で結構流行ってるんですよ。やってるやつおるんですか、はい、それが何、しめじなの。はい、OK、やりますか。しゃあ、え、いやテンション低すぎね。ほんまテンション低いんですよ。アプちゃんはこんな服着てきて、なんでお前いつも着てくるって言うとんねん。なんでそんな服いつも着てくるの。絶対お前いい人おるからろ。そうや。やめとけよお前。いや、新しい機能で、はあ、スタンプ帳変換っていうのがあるんですよ。スタンプ帳変換、はい、はい、キーボードが変わるのは、はい、今までの機能なんですけど、一回どついていいですか。一回どついていいですか。試してください。何やっただけ。で、好きな文字言ったら、それが全部秒で、はい、変わるんですよ、スタンプに。なるほど、なるほど、なるほど。それはどういう風にやればいいんですか。あ、もう一回入れたんで、その一回打ちますね。ここも入ってます。はい、お前、俺のプライベートのこれ、女と遊ぶ用の携帯にお前が勝手に暗証番号開けて、しめじを勝手に入れてるわけ。そうですね。はい、ああ、なるほど。それ完全プライベートの携帯が、ガチガチな。
で、これこっち。これが一番多いかな。ちょっと俺汚れるからちょっとやめときます。本気よけ。はい、次、どんどん行こう。はい、まず何もないですよ、はい、これどうするんですか。例えばこちらでラファさんのおなじみの言葉、はい、犯罪者。おなじみじゃないおなじみそっちですよ、犯罪者っていうネームになってるんは、はいはい、でまあそれをスタンプにしたかったら犯罪者って言って、はい、送ってください、送ってください、はい、でこちらをペーストで送ります。そうするとすぐ、うわ、ほんまに犯罪者来てるやん。来ました。来た。でこういう感じで、例えばラファさんも好きな文字打っていただければ。え、じゃあ逆に、はい、こうやって打って、ここにこうペーストと載せるんですね。はい、ペーストと載せます。で、これ送信。はい、行きました。首こういうことですね。あ、なるほどなるほど。ちょっと柔らかくなる。いや、首って伝えたよ。そういうことですね。ジャン君もこれで首って伝えたよかったのか。奥まで行く。上に閉めちゃったら閉めないですね。全然医者聞いてないよ。考えて考えて行動してそれ義務教育ちゃうで、義務教育ちゃうで。あ、パソコン、パソコンが来るから。ああ、奥まで。ここのキーボードが変わってないですか。それは、はい、こちらのキノコのマークを押してもらって、着せ替えボタン、この着せ替えの着せ替え、はい、着せ替えボタンを押していただいて、例えばここだと色が全部変わるんですよ。で、まあラファさんだったらまあ花火とか。何パターンあるんですかこれは。え、もう無限にありましたよこれ。あの、どんどんダウンロードできるんで新しいの。え、ガチ。例えば違うのダウンロードしたかったらこのストア、ストア、はい、押してもらって。え、すごっ。こっから好きなのを全部ダウンロード。ガチ、これすごない。はい、めっちゃ数あるやん。ほんまや、変わってるやん。なんでもう本当に自分好みに変えれますよ。すごっ。今こんなんなってるやん俺。こんなんなってるやん、すごいやん。ご自分これ誰が一番人気あるんですか。いやそれはもうサンピですね。まあ言うて人気ないでしょ。いやもっと人気あって言ってますよ。言うて20人くらいですか。そうでしょ。ツイッターとか全然来てるもん。全然いいねとか来てるもん。どんなこともない、ほんまに反応すんの。え、もう全部できるんで、例えば僕が英語打つじゃないですか。うん、あ、英語見てみたいそれ。まあ、もう例えば英語でもいけると思いますよ。早いな、ほんで英語打つん。いやいや、早いな。で、これはあとペーストするだけなんで。うん、言う、え、 Are you kidding? Are you kidding? どういうことですか。まあ、なんか冗談でしょみたいな。ゆかちゃうけど。またまた。どうですか。ゴチアイキニ。おー、なるほどなるほど。アイキニ、あ、すごいな、英語喋れるってかっこいい。いやいやいや、かっこいいな。で、英語も対応してるってこと分かりますよね、これで。確かに。はい、あとは絵文字とかっていうことですか、これは。この辺は。そうですね、はい。で、これもペーストしたら、あ、アホに効く薬だ。一番使いそうですね。あー、なるほどなるほど、そういうのもあるやん。3、2、1。どうやって持つんですか、これは。あ、やばい。さっき、鼻持ったな。絶対意味ない。もう、体がそばな、ほんまに。てかもう、ほぼ OK。 はい。すごいすごいすごい。俺らの一番俺の仕事合ってるんじゃない。 YouTube だね。 YouTube やもん。それ一回やってもらう。インさんの見せたい。ちょっと今絡むのやめてきました。滑りそうなんだ。絶対滑るもん。これやめて、 YouTube やめて、これやろうかな。絶対滑るもん。今入ったら絶対滑るから。いや、はぁ、すごいねこれ。はい、これってさ、音声でもいけんの。あ、音声でもできますよ。あ、言えよ。あ、すごい、音声でもできますよまで入ってますね。あ、行きで歩きでできるんだ。なるほどね、こんな感じでやり取りしていくと。だから伝えにくいこともさっき言った通り伝えやすいですよね。なんか柔らかくできますね。はい、はい、ということで終わりました。はい、お疲れ様でした。じゃあ、帰ってもらおうかな。動物見れないんですか。動物は見れないでしょ。動物見れると思ってました。
こんな楽しみにされても困るんですよ。いや、労働者で呼んでるんで。いや、でも早かったですね、やっぱ。はい。いや早かった、はい。こんだけやっぱり人数高いですね。あ、すごい。イースさん、何もやってないですから。え何もやってない。いやいや、やったでしょ。いやいや、やってないでしょ。かばってない、ちょっと大丈夫。たまに DM 飛んでくるぞ、お前。このままやってってた。まあ、脳みそめちゃめちゃ動かしてる。何もしないから。何もしないから。違う。買っとるだけやん。脳みそを動かしてない。そういうことなんだ。それ言われたら。いや、もうこれ、たまにしておきますか、もうね。はい、なんかいろいろやりやすくないですか？まあ、僕ら的には、はい、なんかもうアイデアいっぱい来るんで、こういうの常にキャンバスみたいな感じですごい来るからじゃあもうね、あとは動物搬入するだけなんで、はい、待ってきます。はい、これ、はい、これじゃあいいですか、もう普段から言いたいことあるんで。はい、お願いします。楽しみですね。あーすごい柔らかくなるわ、これ確かに。本当ですか？柔らかくなるやつ見つけた。いいですか？はい、お願いします。変な感じでやめて柔らかくなるでしょ。僕もちょっと普段から伝えたいことあって。ああ、そう、伝えにくいことはこれでやろう。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。絵文字付きでやろう。よし、キャッキャッキャッ。大丈夫か？美味しい。うわー、かわいいな。かわいいな。はい、はい。うさぎ、うわ、うさぎ、うさぎ、うさぎ、かわうそ、めっちゃかわいい、こんにちは。あかわうそじゃん、かわいい、うわ、ダックスやん、ダックスだね。うわかわいいな。え、かわいいな。確かにこれかわいいぞ。これすごい言いやすいですね、本当に、うんうんうん、じゃあちょっと僕もすいません。あー、なるほどね。はい、いや、ほんまに1週間の給料上げてて、俺初めて言われました。そんなことあるんですね。まあ、アメリカなんで。アメリカ普通ですか？そうですね、やっぱりすごいな、俺も好きで似合った給料が。アメリカ人好きならへんわ。嫌いやわ。これはランボさん、喜ぶわ。喜ぶでしょ。これは癒やしです。ランボさん、すでに癒されてますもんね。やばい、かわいいな。うん、はい、はい、ありがとう。はい、うちの一番元気。それもしいわ。最近こんなでかかったっけ？たぶん下向いてるから。一人めっちゃ見えるやん。はい、あ、あ、出た、出た、はい、出た、出た、はい、はい、はい、おい、イーサン一番喜んでる。一番喜んでる。いや、イーサン好きなんですよね、俺。どんどんちょっとこれで会話しようよ。ラップ対決しようよ、これで。あ、いけます？はい、じゃあ全然ディスってください、僕全然ディスり返すんで。じゃあまずは可愛く。はい、可愛く。お前さ、これ俺と指名してる女の子ダメ。出すな。出すな、俺が指名してる女の子ダメ。やめとけ、お前マネージャーなんで。すごいディスってくるな、お前。やめとけよ、ほんまに。先生言ってたら賞味期限切れてた。えらいもんでね、久々に行ったら、はい、いちごちゃんね、久しぶりにね、ちょっと久しぶりに行こうかなと。まあ、えらいもんでね、やっぱり気が空きすぎてて、賞味期限切れたなって。まあ、賞味期限切れるやん、人間のあだ名でもね。やっぱ、えらいもんでいちごやな、思いましたよね。目つぶってすごい。おぉ、えぇ、ー、もう、専門家の方で任せしたね。これは、これはもう体重100キロ以上出しちゃっていいですね。はい、あの物音以外は出していただいて、あとペテルと。OK です。じゃあ出していきます。はい、出してみましょう。はい、次、僕の番で。はい、いいですよ、どんどん出してください。はい、僕のバースでいきます。はい、僕らはラファエルさんが孤独になるまで。お前、もはや文字だけ、もはや文字だけ。もう、イメージの色いやいや、色が変わってるんで。いやいやいや、そうやけど、この暗色センス。言いたいことが長すぎる。何を言うてんだよ。やめてよ、もうドッキリやめてよ。いや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 、ゆうたくん、収集つかないんですけど、一応まあ専門家の方にね、来ていただいて、はい、やっていただいて。もうすごいことになってますよ。
ダメ、すごい、かわいいですよ。ねえ、これもカオスっていうか、カオスっていうか、もうねえねえ言ってるし。まあ一応こんな感じでシメジというあのアプリですけど、はい、動画があるのに載ってますんでよかったら皆さん見てくださいということで、まあいろんな機能があるんで、日本語ってやっぱり世界の言語の中でも1番か2番ぐらい難しいって言われてますから、はい、まあ伝えるっていう時に柔らかくなるとか、あとはもっと強調したい時に強調してできる絵文字で選択すれば結構面白い使い方ができるんじゃないかなっていう。文章だとやっぱり喧嘩になる時ってあるでしょ、間違いないです、普通に喋れないっていう、はい、そういうのをやらげてくれるんじゃないかなっていうのも思いますね。ということでこんな感じで、まあ新人マネージャーと僕2人揃ったらまあこんなもんですよ僕個人の力なんてこんなもんですよ。もういいですか、帰っちゃって。帰りましょう、帰りましょう。帰りますか。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、帰ろう。はい、ということで、はい、しました。まあ、いろいろちょっとね、さっきも触れちゃったんですけど、結構います。結構いてカオスというか、ほんまにちょっとやばいんで、もう犬、ワンワン、ワンワン、ワンワン行っちゃってます。ワンワン行っちゃいます。もうあれですね、ちょっともうゴジャの皆さんに帰っていただいてちょっと巻きで行きたいんで、もう来ると思うんで、これで晴らしです、もうこれで晴らしです。あとはもうゆうたくん僕に任せてもらえれば、帰れ、はい、帰れ、ちょっともう一目散に帰ってもらって、一目散に帰ります、また片付けの時呼ぶんで、わかりました、お疲れ様です、はい、お疲れ様です、帰ります、バイバイ、バイバイ、かわいい、おい、ゆうたくんやばいぞこれ、なんか言ってたやつ、癒しのクソもないですよこれもうゆうたくんこれやばいよ、おじさん可愛いですね、可愛いよ、俺もいいか、よし、はい、大丈夫な。さあ、ということでね、ラフさんも言うてる間に来ると思うんで待っていきますか、はい、ワン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 鳴ってんで、ラフさんまだかな、まだなんかやってんじゃん、めっちゃ臭いやんけ、何やねんこれおい、えめっちゃ臭いやんけ、何やねんこれ、じゃあ近いのした近いのした、ネズミ近いのしたのに、ネズミちゃんネズミちゃんおい、乗ってる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 、おい何やねんこれ、でも十分癒されてるから見たら分かるやろ、このズンドリムックリズンドリムックリ、おいおいおい、めっちゃでかいみたいに言われたお前ここおいおい、お前黒のあの関西人がよく使う中身見られたくないからって黒のゴミ袋かなもんね、あの中身に絶対フレンドが金ばだってるやつ、待ってな、注意してる、何注意してる、何注意してる、お前もう 何やってんねん、お前帰らせよお前から、え帰らせよ、帰らせよ、帰らせよ、もうええねん、おもこじゃこりゃおもんないんじゃんお前伸びひんのお前らおもんないんじゃん、伸びるかソファーとかも高いのにわーもうデイジーの会場の前だとティファニーやられたんだティファニーめっちゃダメなことだぞお前今何してんねんお前ら、カメラの心臓止めて、心臓止めて止めて心臓止めて止めて何してん、君は何してんの君はさっき何をしてるんや、すごいっすよ体当たりが、大丈夫か君今大丈夫かなんでやなんやこれ、なんやこれ、これなんやこれ、これやりすぎた、おいおい、あなたしまねちゃん、はい、これ全部毛むしって毛がつかれおい全部むしって袋だけ買っとくわ、袋だけ買っとくわ、犬は隣の人に隣の木村さんにあげて犬はなんやでしょ、そんなかなんやそれ、これはなにこれなにこれ全然撮影協力せへんやこいつ全然撮影協力せへんやなんやもう収集ついてへんやシュシュついてへんやん、いや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 、何してんの、ちょっと説明して、何してんの、動物園にしてみた、はぁあかんやん、シュ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 、もうええって、もうええってお前まだコメントなんてたらかれるめちゃくちゃかれますもん、ちょ、なんだよ、ほんまなんで、分かったから、分かった、俺動物嫌いなの知ってるよな、え、好きでしょ、癒し必要って言って好きって言って、甲が投げてるだけでほんま嫌いやってだからディズニーランド行けへんの俺
なんやねん、なんやねんこれ、羊めっちゃ硬いねんけど。そうそう、一番上で羊って大体あるでしょ、悪魔の象徴でしょ。天使の名前ついてるやつの家にさ、悪魔の象徴入れるかね、お前。頭おかしいんじゃん、お前。でも可愛いっすよ、やっぱり。サタン可愛い。何してんの。ものすごいつってる傷ついてねんけど。怖い。100万ぐらいすんねんけど。なんでな、君はなんでな。どうした君は。君はどうしたいの、ほんまに。何やねん、ここからもうグッと絶対来るから、絶対分かってるグーって来る、分かってるよ、俺、ここから。これから来るぞ、こいつ来るぞ、君、なんで君は、さっきから。来るぞ、絶対来るぞ、こいつ。ちょっと、なんだ、ほんでな。君何やねん、さっきから、お前。君は。いやー、ラホさん、喜んどんな。わー、喜んでへんて。癒されとんな。ストレス溜まるね。イエーイ。ボッコンやっていい。いや、やめて。癒されとんな。可愛いですよ。可愛いですけど、すごくもう可愛いらしい。今日のドッキリなんなん、これ。ドッキリじゃないでしょ。うん、一回だましてやされてるでしょ、今、ちょうど。ちぃ、もう、怒りのポルテスすごいね。怒りのポルテスのストレスすごいねんけど。俺、今、帽子取ったら、ここ全部白髪になってます。今、全部白髪になってます、帽子取ったら。いや、そんなことないでしょ。すごいねんけど、ストレスが。ドッキリっていうか、もうサプライズというか。何が目的なんだから、これ。あ喋ってる時に喋りかけてくんな、お前。空気で、KY。これフェレットいるんですよ。フェレットにちょっとちょっかい出したんですよ。知らんってお前らよ、それ組み合わせした。知らんってフェレットにちょっかい出す、知らんって。お前そう、あ、そうかってならんて。知ってるか、これ前あれ DNA であれで作られた犬なんですよ、これ知ってる。もともといないんですよ、この品種。そんなこと言わないでください。そうですよね。まだ家畜を追いやるために柵をくぐれるように足短くしてる犬ですよね、確か。そういうの作った。それで言うと金魚もともといないんですよね。そうですよ、確か。違う、確かそうやね。やっぱ動物好きやな、ラホさん。そんな、やっぱ良かった。いや、変わらんでもやめときゃ、ほんまに好きやな。いや、これでね、ラホさんのちょっとストレス解消されればと思ってますよね。いやいや、俺、まあ過去の人生の中で今ストレスマックスやから。今が一番マックス。もう黙らしてくれ。ないちょうどピークっすか、今。え、ちょうどピーク。今が一番人生でピーク。ほんまに何年生きてるか言わんけど、今が一番ピークにストレスすごいです、今。ほんまに。いやこんなの一番好きな動物なんですか。フクロウ。フクロウは、フクロウだけ一番可愛い。かっこいいっすよね、ほんまに。混ぜていいの、これ。混ぜていいの。絶対可愛いの。絶対可愛いやんけ。シャーってなりました。シャーってなって。袋賢いや、フリーメイソンでもイルミナティが象徴が袋って言いますから、はいはいはい、やっぱり袋賢いって言う。袋はあれですよ、耳の穴が上と下と別々あるんですよ。開いてます。そうそう、あの300のどこでもこう聞けるように、穴がこう、耳がこうついてるんですよ。やっぱラワさん、動物詳しいっすね。動物詳しいんじゃなくて、いろんなジャンル、オールジャンル詳しいんじゃなくて、動物詳しいか、動物好きやな。関係ない。そんなもん、連続殺人犯のことめっちゃ調べてる刑事がおって、連続殺人犯好きですねってならんやろ。それと一緒、仕事として知恵として知ってるだけ。そうならんやろ。ならんすか。おい、動物だろ。豚がヤギに羊にやしてる。豚がピンクの豚が、あの豚が一緒におるピンクの豚がヤギに羊にやしてます。うわなんやねん、この絵。俺のセリフじゃ、それ。なんやねん、この絵。やかげにせよ。おい、めえじゃなくて。はよ、帰らせ、いつ帰らせ。ダメだよ、ボケした。おい、お前らね。あかんね。いつ帰んねん。え、いつ帰らせねん、これ。帰らせ、いつあります。帰らせよ。お前さ、ものすごく匂いだ、これ。帰らせよ。歩く、ボケの上。全テレビ見えへんよ。おい、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 
この部屋引っ越しました。まあ住んでない、はい、やりたい放題、はい。今日何するかというと、はい、ここビーチみたいに今日は南国みたいな。南国みたいにします。これに経費でたらふく金入れてます。これがあれば何でも買えます。ほんまに。これで払ってもいろいろ買って経費で。これじゃあこれとこれ。あ椅子。椅子これとこれこれと。はいそうですね。クラボックス。あクラボックスいきますね。スタイルエグくないですか？スタイルエグいですけど、すいませんなんか今日は。Wait, wait.